こんにちは。大阪府守口の総合生態サロン、水野武大です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は自律神経の第2弾ですね。頚椎ヘルニアや頚椎症はなぜイライラ、便秘や下痢、頭痛、めまい、睡眠不足、集中力の低下などを引き起こすかについてお話しさせていただきます。今回の動画は2部作の2作目になります。もし1作目の自律神経ってどこにあるのを見慣れてない方は、下の概要欄のリンクから先にそちらを見てください。前回の動画では自律神経はどこにあるのか、交感神経と副交感神経について、不調を起こす原因と解決策についてお話しさせていただきました。さて今回はカイロプラクターとしての見解になるのですが、前回お話しした原因のストレス、睡眠不足などはご自身でコントロールするしかありません。その反面、何らかの理由で痛みが発生している場合、例えば頚椎ヘルニアや頚椎症などでもそうですが、その痛みは神経が痛みを感知します。そうすると自律神経に狂いを生じ、患部の痛みだけではなく、さまざまな自律神経症状を引き起こすことになります。例えばイライラする、便秘や下痢、頭痛、めまい、睡眠不足、集中力の低下などさまざまです。自律神経症状は頚椎ヘルニアや頚椎症、その他痛みや原因により引き起こすことがあるのです。ですので当院でもよく聞くのですが、例えばご主人が頚椎ヘルニアや頚椎症、頭痛があるとイライラして家族に当たったり、子供たちは怖がってご主人の顔色を見ながら生活しているなどですね、実際には多いですね。これを見ている方は今現在がそのような方もいるのではないでしょうか。ではより詳しくお話しさせていただきます。前回の動画で説明した通り、これが自律神経です。頚椎ヘルニアや頚椎症があるとこの自律神経を圧迫するのです。自律神経を圧迫すると自律神経が正常に働かなくなり、イライラ、便秘や下痢、頭痛、めまい、睡眠不足、集中力の低下などを引き起こすことになります。ですので人によっては痛みやしびれだけではなく、さまざまな自律神経症状を同時に生じることになります。ではどうしたらいいのか。頚椎ヘルニアや頚椎症の症状である痛みやしびれを治せばいいのです。そうすることにより自律神経症状を同時になくすことができます。いや、その頚椎ヘルニアや頚椎症やから困ってねんという人で当院に通院できる方はご来院ください。遠方の方はお近くの専門医を探してください。はい、それでは以上となります。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。失礼します。